ディアボーンハイツは、アメリカ合衆国ミシュガン州ローワー半島のデトロイト側、近くウェイン郡に位置する都市である。デトロイト都市圏に属している。2010年国勢調査で、の人口は57,774人だった。ディアボーンハイツは、ディアボーオン郡区の2つの不連続な部分と、インクスターと呼ばれる村から、長さ4分の1マイルの帯状の接続部を合わせて、法人化された。 法人化の請願書は1960年3月4日、金曜日に届け出られ、インクスターの役人がその法人化請願書を1960年3月7日、月曜日に配達した。住民は1960年6月20日の住民投票でディアボーンハイツの法人化を承認し、それが法人化の公式な日となっている。黒人が人口の過半を占めるインクスターが、 ディアボーンハイツの形は人種差別的な選挙区割を反映していると主張して訴訟を起こした。ミシガン州最高裁判所はインクスターが法的に認識できる障害を示すことができていないと判断し、その訴訟を却下した。ディアボーンハイツはベッドタウンと考えられている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は11.75平方マイルであり、 このうち陸地11.74平方マイル、水域は0.01平方マイルで、水域率は0.09%である。ディアボーンハイツ市の南部はイコースクリーク北支流の流域にある。イコース川を囲む地域は洪水の危険性がある。市内北部はルージュ川の流域である。2014年までにアラブ系アメリカ人が多く市内に転入してきて、 市内の北部が南部に比べて多くのアラブ系が住むようになった。ディアボーン市のアラブ系事業の多くがディアボーンハイツにも支店を設立した。2014年、ディアボーンハイツ地域社会及び経済開発の監督であるロン・エイメンがアラブ系は主人公の約25%になっていると述べた。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2014年時点で市内最大の雇用主は市政府そのものである。第2位は HYPE アスレティックスであり200人以上を雇用している。1986年にディアボーンハイツ増税分財務公社を設立して以来新しい司法センターや JFK 図書館など多くのプロジェクトが完成した。 この校舎は、ミシガン州とディアボーオンハイツ市の外閣となる市民サービス部局である。その目的は、経済的再活性化と歴史の保存を奨励することである。地域内のすべての住人の生活水準を上げる、動きを続けるために、組織が残っている。有用資産リスト有用資産リストは、ディアボーオンハイツ増税分財務校舎のウェブサイトで、定期的に更新されている。 地区内にある分譲用商業用地と工業用地、すべての包括的リストであり、適切な不動産業者のために土地の使用と連絡先が備えられている。このリストの目的は事業を促進あるいは提唱するためではなく、地区内の資産の未利用を回避し、商業ビルの入居率を上げ、それで地元経済に刺激を与えることである。 近年のプログラム2008年6月に事業改善プログラムが立ち上げられた。これはディアボーンハイツ増税分財務公社の地区内にある建物を修繕したり劣化した外観を改善したりしようという事業主を援助するように考案された女性プログラムである。ロビショード高校ディアボーンハイツは5つの教育学区に分けられる。北端の住民の大半は クレストウッド教育学区あるいはディアボーン、公共教育学区に入り、南端の住民は、ウェスウッドコミュニティ教育学区あるいはディアボーンハイツ第7教育学区に入る。ディアボーンハイツには、学区のある高校3校がある。ビーチデイリー道路沿いのクレストウッド高校、ジャネット通り沿いのロビショード高校、クリッパート通り沿いのアナポリス高校である。数学、科学、 工業ディアボーンセンターはディアボーン公共教育学区のマグネットスクールでありディアボーン配置市内にある市内の小部分はウェインウエストランドコミュニティ教育学区に入っているインクスター市のヒックス小学校ウェストランドのマーシャル上級小学校ウェストランドのスティーブンソン中学校ウェストランドのジョングレン高校が学区に入っている ディアボーンハイツのテイラー教育学区に入る部分は、テイラーパークス小学校、フーバー中学校、ハリー・エストルーマン高校が割り当てられ、すべてテイラーにある。クララビー・フォード・アカデミーはディアボーンハイツ市内にある。グローバル・エデュケーショナル・エクサレンスがディアボーンハイツ市内にある、チャータースクールのグローバル・ハイツ・アカデミーを運営している。 ローマカトリック教会でトロイト大司教区がディアボーンハイツ市内にあるセントメル小学校を運営していたが2005年に閉校となった。その他の私立学校としてセントリナスカトリック学校とセントアンセルムカトリック学校がある。ヘンリー・ホード・カレッジのキャンパスが1970年代半ばから2014年まで町の北端にあった。ありがとうございます。